こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。はい、ということでのぼりさんの特訓のぼり一回もやったことなかったので今回はやってみたいと思います。通常のぼり、特訓のぼりあるんですけど、親分個体が出てくるのがあるらしいんですが、これやってたっけ、忘れてるんですよね。では行きましょう。かなり強いと視聴者の方にお聞きしてるので、なんとか勝ちたいと思います。親分個体っぽくない気がするな。え、これ通常個体ですよね、多分ちっちゃいから。え、じゃあやってなかったんだ。やっぱりレジキガスでよかったのかな一応ですね、連れてきてるメンバーは勝てるようにみんなを連れてきたという感じです。とりあえず削っていきましょう。おー、霜焼け、これならいけるかもしれない。はい、原子の力、これでレベル75風鈴を倒す。残りが5体。次は怪力、もうインファイト、まずい。力が弱まっているのでここで力技ドレインパンチ回復させてもらいましょう。はい、もう一回ドレインパンチでもいいかもしれないですね。バレットパンチ持ってる。あ、2回攻撃だ。インファイトとバレットパンチで弱まってはいるので、ドレインパンチ力技で回復しながら倒します。レベル76怪力でしたね。ここから先レベル帯が上がっていくのかな、どうなんでしょう。続いて残り4体の3体目、ジバコイル。あれ、ジバコイル、これちょっと辛いですね、レジギガスだと。麻痺、で次のポケモンに変えましょう。76レベルのジバコイル、何がいいんだろう。なんとなくギラティナかなっていう感じなんですけど、ギラティナ出しときます。よし、行こう。オリジンフォルムからね、今フォルムチェンジさせてるので、ちょっと今まで使ってたことはフォルムが今違う状態です。2回攻撃がいけるので力技2回で押しましょう。お、一発でいけた。残るかなと思いましたが頑張ってくれました。残り3体、グライオン、ストーンエッジ、急所に当ててくるのか。ただもうここは持ってるんでね、力技で凍える風、これなら終わるでしょう。77レベルなのでさっきから少しレベルが上がってますね。残り2体、ダイノーズ。のぼりさんいろんなポケモン持ってますけど、特にこのポケモンっていうのが決まってたりするんでしょうか。特訓のぼりと今ね勝負してるんですが、通常ののぼりさんの手持ちを忘れてしまってるので何ともなんですけど、進化してるのかな。大丈夫だね、大丈夫大丈夫。よし、で何も使ってない。で10万ボルトで最後削ります。これで残りラスト1体、モジャンボ、覚える風だね。力技にしよう。頑張れーギラティナ。あんまりね最近使えてなかったから今回出してこれて嬉しいです。大丈夫大丈夫、攻めの力も守りの力も強くなってるけど力技でやればなんとかなる。一応これで特訓のぼり戦多分初めて勝ったんじゃないかと思います。今まで出てはいたんですけど対戦してなかった気がするんですよね。
記憶違いでしてたらすいません。スーパーブラボー、満足そうな顔してくれてて嬉しい。はい、これで何か追加があるのかな。確認します。特訓登り次へ親分使い、これか。多分ね、なかったんじゃないかな親分使い。やってましたっけ。特訓登りを出すためには一応ですね、アルセウス戦を突破して、で無点連戦ができるようになったタイミングでのぼりさんの特訓ができるようになるんですけど、そこから親分使いの解放は多分特訓のぼりに勝たないといけないんじゃないかと思います。では行ってみましょう。金剛団真珠団の戦い方を学んだ上での私なりの創意工夫、あなた様を未知なる領域へお連れします。では出発進行。違う、出発進行の合図がない。来た親分使い、これやってたかもしれないな。いや、いろんな人と最近戦って、あ、やってない。こんなね、3体も出てきてない。すごくない？めっちゃでかくない？ひおかしいでしょ。え？翡翠の親分が全部来てる？え、いいなぁ。バサギリの親分欲しい。どこから行けばいいんだろう？どうする？パルキア。バサギリの親分からパワージェムで倒すか、それとも、他のところに、入れるかなんですけど、バサギリ親分からかな。パワージェム早技にすると、いや変わんないね、早技にしてもパルキアの順番が変わらない。普通に打ちましょう。勝てるかな。レベルは75くらいになってるのでいいんですけど、親分個体強いはずなんですよね。大丈夫かな。ひどい刀の冷凍ビーム、ひどいひどい。あ、霜焼け、悲しい。で、怪ししは地ならしね。で、順番がまだ回ってこないんですよね。迷走されてますね。いけるか。怪ししターン、早技使われてますね。で、地ならし半分までいけますね。霜焼けになったことで速さが変わりました。素早さターンが欲しい。急所に当てられてる。ここでパルキアンがターンにならないか。こんなにならないんだ。何体持ってるんだろう。アルセウスでやるべき。あ、ディアルガしてみますか。せっかくなのでパルキア、ディアルガ出してみます。いけるかな。あ、ラスターカノンをバサギリに当てていく。多分これで倒れると思うんですよね。で、一体倒す。次意外と倒すのちょっと辛いかも。大丈夫かな。で、怪ししね、地ならし。怪ししは地ならししかしないんでしょうか。意外ともうたたり目しかしてこない感じですね。どうしたらいいんだろう。怪ししからかな。時の方向、命中75ですけど、いけるか、打てるか。来た来た来た。強いからね。そして怪ししの力技、地ならしがある。さすがにね、レベル100なので倒れることはあまりないはずなんですけど、親分3体は厳しすぎる。あ、21残ってるえ、ボコボコ、こんなにボコボコになるんですか。どうしましょう。パルキア、ディアルが出したので、ここはキラティナーかな。
すごくなんとなくなんですけど、今作でね活躍してくれてるみんなを出したくて、一応伝説だけで固めてみたんですけど、辛いかもしれない。痛いと10万ボルトしたいんですけど、2体残すよりは多分怪しし先に倒した方がいいですよね。早技大地の力でここをもう倒してしまって、偉大塔に10万ボルトかな。はい、これでターンが多分交互に今のところなってるはずです。効果抜群なんだよね。急所急所もらってる。よし、10万ボルトだ。あ、麻痺がつかない。もう一回打てますね。麻痺ついてくれないでしょうか。つかないか。早技もう一回いける。あー、早技2回攻撃になったんだね。ごめんギラティナ。次をどうするかですよね。レジギガスよりはやっぱアルセウスかな。こっちはあの翡翠で捕まえたアルセウスです。もう一体はポケモンホームで、ね、3DS の時代にコロコロ配布があったものを連れてきたっていう感じです。さばきの粒でいきますか。久々。どっちも見たい。この角度かな。頑張れ。よし、これで倒れました。決着。3体だけなんだね、親分使い。強い。親分の大きさ、翡翠地方のスケールを表しているようで好ましいです。多種多様なポケモンと触れ合いつつ、私のいるべき場所を探します。このセリフから考えると、のぼりさんはもともといた世界には戻らず、今回は終わるっていう感じになるのが個人的にはちょっと悲しいですけど、のぼりさん人気ですからね。ずっとここにいてくれるので、いつでも会えるから、個人的にはこれは嬉しいところではあります。またあの機会を見つけてのぼり戦やってみたいと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!